バックルームはね、なんか見えない怖さがあるから、あっちはマジで怖いねん。だからさ、やろうかなって思うんだけど、やっぱ怖いからやめようってなって、いつも手を出さない。あれ本当に怖い、できない、無理。その手伝ってもらうって、その声をかける勇気があなたはないんだって。じゃあみんなはすぐさ言えるのかっていう話を、みんなさ簡単に言うけどさ、お願いするってことはその人の時間を取るってことだからさ、あなたにはその勇気がないの。だからね、もう言えない。うん、みんなも忙しいしね。あとホラゲ怖いしね。人を思いやる、もうなんか厳しいって感じなのよね、うなたんは。誘われ待ち、うなたんも待ちタイプ、ポリも待ちタイプって言ってたから、待ってますって。お互い待ちお互い待ちタイプ。ブルーナコラボも、まあ、カービィやろうって言ってるけどね。うん、いつやるかわかんないけど、そう、ぷーぷーがね、カービィボールやりたいって言ってきたから、じゃあやろうとは言ってるけど、まだいつやるかは決まってない。うん。そう、むずいんだけど、やるっぽい。まあ、いつになるかわからないけどね。うん。まあ、これがね、まあ、ポルーナどちらも待ちタイプなんで、まあ、どちらかが、いついつやろうっていうね、言葉がない限り進まないで終わる可能性はある。あるあるなんだわ。いや、これやりたーい、やりたーいで終わるやりたーいで終わるんで、そっから進まないんだよ、タイミング。うん、多分いつ 何月何日空いてるとか、具体的にね日付を出さないとやらないの。やりたいで終了してるから、じゃあいつ空いてるに行かないよやりたーい終了こっから進めるとやるんよ気長に待ちます。うん、1年単位で待ってほしいなら、忙しい。うん、まあね、ずっと忙しかったからね。でもようやく一段落したような感じがするな。そう、コラボはね、予定が本当に合わないの。スバチョコルナタンでもね、全然合わないから、誰々がこの日空いてても誰々が合わないとかあるかな。レッスンとかもね、そう、いろいろね、ある、準備がね、いろいろあるからな、なかなかなんですよ。もう配信でさえさ、あ、今日ならできるって感じだからさ。今日はできるぞ。明日はレッスンだ。絶対疲れてできないわ。とか、あ、明日は収録があるから喉枯れるかも。とか。まあ、でもね、いっぱいね、チャットとかはしてるけどね。うん。